NHK の鈴木奈アナウンサー41が30日放送の NHK 朝日月金曜前8.15に出演朝ドラウケで涙を見せたの日放送の NHK 連続テレビ小説ラんま月土曜8.00土曜は1週間振り返りの第65話で女優の松坂子70が公演してきた主人公の祖母牧野滝天に召された SNS 上には感謝や惜しむ声が相次ぎ、滝さんロスが広がった。この日のプレミアトークのゲストは松坂。滝のいわゆる慣れに鈴木アナはオープニングから涙。松坂のあ、札にもありがとうございましたと、ハンで口元を押さえ、すみません。今日仕事にならな、かも、と漏らした。松坂も孫を新しい世界にせ、をして、 務めを果たさせていただきました。んなの将来がらんじゃ。ってイメージで、って幸せだったと思います。たきさん。心豊かに、の世界に行けたと思いますと万感の表情を、かべた。